まあ、そろそろじゃあ爆弾投下していいですか？時間もそろそろね、いい時間になってきたね、爆弾の。もう言っていいじゃん、爆弾。もうやばいよ、これ。爆弾これ、もう。投下するんだったら、ここで。もう、じゃあいいのね。爆弾投下していいのね、もう。もう、この準備できた。もう、言うじゃあ言うよ、もう。爆弾。この準備できたんだったら。お前らが。じゃあ、前はどうなったの？眉は、まだ公開してないの？だから A 版だ、あれ。100%。眉 A 版。だから公開できないんだ、あいつ。来てないからまだ。多分まだ運営は迷ってんだと思う。逮捕もあるからね。別にそんな眉なんて配信したところでアイテム上がんないじゃん。ゴミだから。だから、迷ってんだよね、運営は。A 版にするかまだ。だから、とりあえず、検討なしで、前に、とりあえず、配信で、規制になって、配信できなくなって、それをまだ、何日規制か運営は絶対言ってないと思う。まだ。それはなぜかというと、犯罪の可能性あるから、前は。で、ちょっと俺、これ、わかんないよ。本当かどうか知らんけど、マユが自首するっつって、なんか自首、車の中から放送しててね、なんか寿司屋のあれが映ったとか言ってさ、本当なのあれ。おあれなのはマユ面白いね、それは。配信者だねと思った。本当なのそれ。なんか自首するって言って高級寿司行ってたみたいな。リスナーの車で自首するっつって、行き先が高級寿司だったみたいな。本当なのこれ。それはマジで面白いわ。それよくやったね。みんな見るじゃん。自首しに行くとか言ってさ。で、寿司行ったとかさ。眉ヨーゴハは、ホモ大仏は A 版じゃないと断言しました。どういうこと？ホモ大仏は A 版じゃない。いや、A 版だと思うよ、俺は。だから今もう公開しないじゃん。そう、いやなんか見たけど、ほんと寿司屋行ってたのと思って。凛ちゃん今から来る。いや警察呼びますよ。鍵閉めてるから開けないし、来たら警察呼ぶんで。だってあいつから絶縁ってなんで来んの？凛さんから絶縁って言ってたのに、なんで絶縁した相手の家に来んの？警察呼びますよ。やめてくださいね。